はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4やっていこう。リースの任務を続ける、この地下に行ってグールやらナイアラを掃討する、パワーアーマーを引き続き使っていこう。ちょっと荷物整理をしてきて、ミニガンを持ってきた。使うか分かんないけどミニガンを持ってきた。弾が今何発くらいあるんだっけな。426発。ちょっとしたスコープも改造してつけた。あとは前回手に入れたこのバッツ強化の銃にもスコープをつけた。これをとりあえず使っていこうかな。カレッジスクエア駅に行く。さあ、でコアも少し減ってきてるから、切れかけたら別のフュージョンコアと交換しよう。死んでる。消したら暗いかな。ハッキング系統があったらバレンタインに活躍してもらおう。こっち行けない。下に行こうか。ここもグールかな。レーダーじゃなくてグールっぽいな。あ、強い。なんだ。あ、アナウンスか。なんか誰かの笑い声かと思った。バッツ強化されてるっていうから、チャンスがあればバッツを使いたいな、この武器で。ちょうどいい95。あ、95だ。いいね、バレンタインとどめやった。バッツだったらね、パーセンテージさえあれば確実に弾は当てれるからね。あ、アナウンスかかってるな。この猿のおもちゃ取れないし。あ、ぬかコーラあった。あ、ぬかチェリーか。下行こう。おっ、あ、95高いね。かっこいい。かっこいいけど、一発で死なないのがちょっと惜しいところ。ほら。バイオネットもね、銃先についてるから。ほら。あ、バイオネットの方が強いかも。なんでこれ放送ずっとかかった泡なんだろう。ロボットあった。よし、バレンタイン。おい。ノーバイスの難易度は自分じゃないとダメなのか。開けちゃおう。おい、どんな計画だ。あのターミナルを解除できそうか。あ、頼めるじゃん。まあ自分で解除できなかったんだけどね。難しいな、やっぱハッキングは。結構バレンタインに頼もう。早い。早いな、さすがバレンタイン。これでプロテクトロンコントロール。これ正直、これ解放してどんな意味があるのかがよく分かんないところだけど、開いた。これしか言わないんだよね。特にすごいものを持ってるわけでもない。ただ攻撃したらね、メタメタに殺されるから手出しはしないでおこう。さあ、とりあえずどんどん敵を掃討する。コーラあった。探索しようか。はっ、2発で、バイオネット。下に漁ってた。駐車しとこう。ここはあれか、レーダーの寝床だったのか。缶詰。お、お、トラッ
ラップあった？以前は人間だったのに、こんなことができるか信じられない。まったくだ。排除。いいね。サングラスあった。サングラスしかなかった。こっち行ける。おっと、あっ、くれ。こっ、エイリアンのおもちゃ銃声するな。しかもレーザーピストルの音だ。ミニガンも使ってみようかな。あ、プロテクトロンか。ほら、弾薬消費が激しいからこっち使ってこう。おっ、よし。さっきはバイオネットをヘッドに当てたから一発で死んだのか。あ、でそろそろフュージョンコアが切れそうだから取り替えよう。もうバッテリーが少ないやつは売っちゃおうんだ。売っちゃおう。これをガシャコン。よし、 100% コーラ、コーラあった。ここ結構コーラある。プロテクトロン行ってしまった。こっち開く。解除。やった。開けてスティンパークで、こっちに階段があるってことは、この階段を登ったら入り口のこっちに出ると。じゃあここにターミナルあったのか。リブアンドラップ、仲間の与えるダメージ 5% 増加ゲット。パン、戦前のお金は持っても何の意味もないしな。さあ出番だよ。おい、何かしてやろうか。何ができるか見てみよう。よし、アナウンスもノイズ混じりだな。どうぞ。早い、有能。あ、プロテクトロンだったのか。もういないや。あ、いた、ここにいた。これさっき解放したやつか。人格ユニットもなんか攻撃に関係あるのかな。あ、おっ、くらえ。おお、バイオネット、これで OK？ OK、 相当完了。特定のグールだけでよかったんだが、よかったのかな。ピストル回収してこう。鍵あった。この鍵ってもしかして鍵だった。あ、出てきただけか。よし、とりあえずカレッジスクエア駅は制圧 OK。 戻ろう。さあ、リースの任務の完了を報告しよう。そしてパラディンダンスが話したがってるようだから話をする。ただいま。あれ、寝てる。そうか、夜だからか。じゃあ寝ようかな。夜中だ、5時間ぐらい。あれ、寝てる。おはようございます。誰が戻ったかと思えば、あのエリアは片付いたんだな。バッチリだよ。
どうしようかな。聞く必要が。本当に聞く必要があるか。ヘイレンは私が怒っていると思っているのか。さあ受け取ってくれ。キャップゲット。お気の毒様。この広い連邦は徹底的な駆除を必要としている。自分を取り戻す時間が必要ならそうするといい。準備ができたら知らせろ。26。リースはまた新しいクエストはくれるんだ。いつでも。わかった。ここが最新のターゲットエリアだ。その場所が片付くまで顔を見せるんじゃない。もっと現地調査をしたいようね。もし乗り気なら新しい任務がある。あ、彼女もくれるんだ。うん。完璧だ。エリアは地図に示してある。急いで。あ、また始まった。触覚ドライブ。ダンス。ダンスじゃなかった。ダンスどこにいる？お帰り。ダンス行った。準備ができているなら新しい任務がある。力を貸せそうか。このステーションで何か役に立てることはあるか。いや、実地で必要なんだ。差し当たりリースとヘイレンが事態を収めている。出発の用意は整ったか。よし、ダンスと一緒にやろうか。何をしてほしいのか言ってくれ。わかった。 BOS は何年も前からいくつもの偵察チームを連邦に送ってきた。最後の舞台は3年前。彼らは二度と戻らなかった。公式には行方不明となっているが、死亡していると推定されている。うん、聞いて悪かったかな。気にするな。偵察任務に参加する誰もが何を覚悟すべきか分かっている。生き延びられるかは訓練とお互いにかかっている。もし万が一倒れたら BOS が追悼してくれるだろう。もし可能なら彼らに何が起こったのかを突き止めることが我々の責任だ。どこから手をつける。どこから始めればいい。彼らの潜入地点はモールデンに近い丘だった。そのエリアを調査し捜索パターンを確立せよ。救難信号を傍受していないか無線を監視しろ。全偵察チームには短距離用の追尾ビーコンを発するディストレスパルサーが支給されている。信号を傍受できたら発信源までたどれるはずだ。オッケー。3年前に行方不明とされた BOS のチームに関しての調査。あ、ダンスが来るわけじゃないんだ。ザ・ロスト・パトロール偵察チームを探す。でも3年前だって言うけど、遺体を探すか。場所は ここか。あ、ボルト75の近くだな。オッケー、行ってみよう。パワーマー。ん？それはないだろう。ちょっと、ファーストトラベルしたところで、地雷とちょうど重なるって、それはないだろう。回復。とりあえず、ボルト75のところまで、ファーストトラベル。すぐそこっぽいけど、これ時々アモが表示されないことがあるんだけど、表示された。すぐ近くならダンス自身が調査にも来れなかったのかな。あ、救難信号これ。あ、弱いな。これ近づいたらどんどん強くなっていくのか。できるな。あ、27.63。はいはいはい。あ、足りない。よし。あ、結構来るな。痛い。バイオメット。大丈夫か。危ない。あ、なんか 奥からも来てる。剣にしよう。どうもな、潜れる。硬いな。よし、まだいる。
ほら。よし。うわ、なんか、なんだこれ。頭がベイブレード。アイテム回収。メッドテックリサーチ。ここに近づいたらちょっと強度下がってるな。強度の強さでちょっと死体の場所を。さっきこっちじゃない。こっちの方かな。ここから手探りだ、テンパで。あ、強い。あれ？あれじゃないよね。あ、強い。これ臭い。これ、銃で撃って、取れるのかな？あ、これじゃないな、72% ってことは。でも、生首あるけど。あ、これ別の死体か。なんでこんなことになる？電波はどうだ？なんかいる。あ、弱くなったな。もうちょっとこの辺探索。あ、強い強い。あ、彼じゃないか。彼で死んでる。 BOS の制服まで持ってる。バトルフィールドホロテープ。彼だな。ディストレスパルサー、これが救難信号を発してるやつだった。これだ、バトルフィールドホロテープ。路上で奇襲された。敵の数は5倍ほどだ。バーラム、報告しろ。防御 5% まで低下している。武器を壊さないと、あいつらに。装置を。アリス、下がれ。古い基地に向かって、それからバンカーに集まろう。暗号はあのコールサインだ。よし、行け。ほら、早く。あ、バーラムはこれで死んでしまった。パラディンダンスに報告する。マップも更新されたな。これ人入りっぱなしなのか。ちょっと放射能がある。オプションが増えて1回報告しに行くってのが増えたな。解除しちゃおう。開けて、オプション要素触れとこうかな。パラディンダンスに報告しに行こう。あ、一旦ホロテープだとか報告。戻ったな。パトロール隊について何か情報は？その偵察チームは待ち伏せにあった。彼らは自分たちのパワーアーマーが略奪されないように壊した。生き残れたのは3人のみだ。なんという損失。しかし彼らはやるべきことをやった。我々のテクノロジーは守られなくてはならない。どんな犠牲を払ったとしても。なかなかの成果だ。このまま調査を続けてくれ。 OK、 報告は OK。 調査を続けよう。マップ、ここか。ナショナルガード訓練場。メッドテックリサーチにもう一回戻って、こっちを目指していこう。さあ、メッドテックリサーチ、ちょっと残残ぶりになっちゃったな。ここか。そう、ナショナルガード訓練場付近まで行こうか。さあ、あれか、隣になんか電波受信機みたいなものが置いてあるけど、
ナショナルガード訓練場。入り口は、おっと、てかタレットもあるな。まだいた。ほら、このタレットはやっぱ撃ってくる。壊しちゃおう。ってことはあれもか。武器庫、ちょっと武器庫。これは開けられない。これバレンタインに頼めたりしないのか。トラブルを呼び込んだ。大丈夫か。聞いているよ。あれを調べに行け。それができればな。あ、無理か。調べろ。何か他のことを試してみるか。見てこい。そういうことはしないんだ。あ、できないのか。専門外か。これは開けられない。あ、待てよ。できる。これアンロックしちゃおう。よし、ミッキング。素晴らしい。開いた。武器庫。あ、なんかたくさんトラップがある。てか、すぐそこにあった。目の前にあった。澄み切った心の持ち主じゃなきゃこんな場所は作れなかったんだろう。解除。これも解除。危ないな。なんでこんなに武器庫にトラップを。これも、これも解除して、で、その間に。おい、話してくれ。あのターミナルを解除できそうか。期待していいぞ。グールいたけど、これで全部。おっと、舐めてかかっては来ないから。まだいる。うん、パワーマーあった。新品のパワーマーある。回収。ウェポン置くベンチもある。回収。うん、さあちょっと開けちゃおうか。開ける。で、こいつら倒す。干からびたメラルグール。あ、放射能強い。よし、一旦回復。なんか毒でも食らったかな。ラッツも回復して、パワーアーマーだな。 T60 180、120、150。あれ、もしかして、こっちの方が強い。結構強い。よし、これ片付けておよ。一回、一旦これをガソリンスタンドに、ガソリンスタンドに置いとこよ。ほとんど見分けがつかない。なんだ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 これ、なんだ。敵が出た。うわ、強い。うわ、なんだこいつ。あー、なんだこいつ。おお、体力がまだある。壊した。
せ、右足破損。なんだこいつ、いきなり回復。ロボットよかった、パワーマー、パワーマー来てきて、まあ、生身だったら一瞬で瞬殺されてたよ。ちょっとこれ置いてこよう。さあパワーマー置いてきて、こう、さあ帰ってきたら朝になったな。無線救難信号出てたのか。いや、さっきのロボットは一体あれのおかげでミニガンの弾全部なくなっちゃった。これだよね、セントリーロボット。本当に危なかった。とりあえずこっちのパワーマーを持っていっちゃおうかな。あ、フュージョンコア入ってなかったか。何のフュージョンコア入った、マックスのやつ。ひとまずいいか。よし、特に UI が変わるというわけではない。上の方にアイコンがさっき立てたんだよな。の前に料理できない。この上、あれ、ここの上から救難信号上がってなかったか。これ壊しちゃうかな。ん、誰か走ってるぞ。あれなんだあれ、どうしたんだあれ。商人だよねあれ。まあいいや、これ壊しちゃう。信号ここから出てるわけじゃない。だからその前に信号押して、電波強度を見ながら 33.24。なんか銃声鳴ってるな。 30.94。 あ、でもこれ死体か。ヘリ、ヘリぶっ倒れてる。 21.77。 これちょっと建物の入り口だけど。あっ、ノノノノ、思いっきり食らった。 54.91。建物の中かな。よいしょ。開こうと思ってかけるわけじゃないが、建物の中入っちゃおうか。60.44。やっぱ中だね。あらら、動いてる。はっ、オッケー。またいる、またいた。バイオネット強いな、信号強い。いた、死んでる。ホロテープゲット。これか。信号ロスト。聞いてみよう。ナイト・アストリン。ナイト・アストリンのホロテープ。ナイト・タラ・アストリン。BOS 偵察チーム 429α。シリアルナンバー3431。
ディストレスパルサーを発信してから3時間パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない。命令はこの陣地を何が何でも守ることだった。陣地は全て制圧された。このドアももう長くは持たない。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。パラディン・ブランディス、パラディン、うん、ダンスとはまた別の人のことか。マップ更新された。リビア衛星アレイすぐそこか。でもちょっといい具合で時間かけちゃってるな。一回外出よう。さて、ちょっと霧が悪いけど今回ここまでにしようかな。まだちょっと3年前に行方不明だった BOS のメンバーの探索をまだ続行する必要があるので、見えてた衛星基地か。今度は衛星基地に行って他の遺体をちょっと調査しようと思います。というわけで今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。